試合が面白かったです。名前からお願いします。若葉校の名前どうぞ。若葉校の山口レオンです。はい、試合が楽しかったです。コーチに何かアドバイスされましたか？ありました。はい、どんなこと言われましたか？忘れちゃいました。忘れちゃいました。なんかいいプレーありましたか？うまくいったプレーとか。わかんない。わかんない。じゃあ思い出してください。将来の夢は？何でも大丈夫です。はい。ないですか？決まりません。サッカー選手ないですか？まだ考えてます。考えてます。わかりました。じゃあ次の目標なんかあれば教えてください。次の練習の目標とかあれば教えてください。うん。何でも大丈夫です。シュート練習です。シュート練習。はい。じゃあ最後にちょっとおちゃらけてください。うん？おちゃらけてください。おちゃらけ。はい。おふざけしてください。硬くない？オッケー、ありがとうございました。